年前だろ。8年前ぐらいになるのかな。もう8年経った。日本来て7年目かな。懐かしいでしょ、この日本は。懐かしい、懐かしい。これどうなの、まだプレミアになってない時？プレミアになった時のユニフォーム？そうです、はい。ちょっと掘り出してきましたよ。行きましょう。ちょっと楽しみだね、圭介さん。ね、改めてよろしくお願いします。お願いします。皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあこうね、ズーム便利なんでね、ちょっとこんな便利なものを使わずにはね、置けないと思うんで、ちょっとこの最新のテクノロジーを上手に使いながら、僕もこのコロナを乗り切ろうと思ってやってるんですけど、ジュンソンも、まあ僕はこの、もちろんこの、ズームもそうだけど、それから僕、YouTube のチャンネルも始めたんですよね、料理を教える。と同時に、ジュン見てよーつって送ったらさ、いや、実はケイスケさん、僕も始めました。YouTube チャンネルってあったけど、最近J リーガー結構やってんじゃん。はい。ちょっとそこら辺まず最初聞きたいんですけど、僕はね、始めた理由はすごく明快で、まあ本が出るっていうのも実際あったんだけどね。これまでやっぱこの食生活をこう改善してくださいって言ったりとか、料理教室やったりとか、こうずーっとやってきた中で、まあやっぱりなかなか、そうは言いつつもなかなかこう行動が変わらない人がいるとか、まあいる中でこう動画作っとけば、もっと気軽に、その料理を簡単にできる方法、または塩分を落とす方法を伝えれるかなと思って始めたのが一つと、同時 に、はい、フランスっていうのは多分日本よりも先にもう自粛が始まってたんで、自粛が始まって、正確に言うと外出禁止に法律としてなったんで出れないと。で、その時によく聞いたのは家庭内における DV が起きると。で、そういうなんかこう DV とかも含めて対策になるかなと思って、僕はちょっと日本語で早めに始めようかな。それをいろんな人たちにアラームを鳴らすことによって、なんだ家で料理できんじゃんとか、こういう料理だったらいいよねとか、または塩分のない料理とか糖分が全然加えられてない料理を食べると、要するにドーパミンが出すぎないからイライラもこうしないし、まあそういうなんかこう予防的なことを考えて僕は始めたのが実は一番の理由ですと。で、中村も始めてんじゃん。まあ、はい、すごくなんか勉強にためになるようなものもあれば、まあ、うん、面白いね。なんだ、そんなことを思ってたのみたいな面白系も両方やってるけど、なんだろう、なんなのこの、始めたきっかけみたいな。始めたきっかけは、うん、まあ、そもそも価値って変わってきてると思うんですよ。アスリートの価値っていうものが。うんうんうん。まあ、今まで、まあ、アスリートに限らず、まあ、社会のビジネスマンだったりの価値が、社会、会社っていう組織から個人っていうものに価値の大切さがすごく、見出されてきてる。だから、うん、一人のその個人のパーソナルのコンテンツを持つ人が、強い人が集まれば集まるほど、サッカーっていうのは価値が高まるし、うんうん、サポーターもスタジアムに来るし、で、まあ、ビジネスマンとかしたら、僕は治療院経営してるんですけど、うん、2店舗あって今10人以上いるんですけど、スタッフが、うん、やっぱそういうただ組織にいるだけが価値って思っていたら、会社って全然発展しないし、うん、やっぱその会社っていうのはその個人っていう価値のブランドを高めることが会社の組織の役目であって、うん、でその個人が高まれば高まるほど、自分にもそうだし、社会にもそうだし、周りにも影響を与えれるっていうところで、サッカーやってるだけじゃダメだ、それだったら、YouTube だったり SNS で発信する自分っていう価値をしっかり社会に提示しなきゃいけないっていうので YouTube 始めました。それはもうたまたまこのタイミングだけど、もうこれは実は前から思ってたから、まあ、このタイミングで時間ができたから始めたっていうところ多分あると思うんだけど、いやいや、僕1年前からずっと考えてて、うん、で、今ここに、浜野くんって、まあ、浜野くんっているんですけど、まあ、彼が YouTube 全部担当してくれてるんですよね。うんうんうん。はい。
で、まあ、そのパートナーを探してたってところですかね。じゃあまあ意識的にねそういうことがあるったっていうのは分かったんだけど、サッカー以外でもやっぱそういう付加価値を一選手として自覚できるようになったっていうのは、自分がちょっと一部経営者的なところでそういう経営をしてるからっていうのはやっぱあるってこと？まあそれが 100% ですね、きっかけは、うん、それがなかったらサッカー選手って気づかないもんなんで。うん、けどね、サッカー選手をしながら同時進行にその経営を始めたっていうのとかもやっぱりね、若い時は多分やんないじゃん。はい、これってやっぱりそんなことない。セカンドキャリアも考えながら同時進行にやるっていうことの意識ってやっぱりあった？いやいや全然セカンドキャリアなんて全く考えてないですよ。セカンドキャリアじゃなくて、もう20歳ぐらいの時から、それこそ、まあ、いろんな人にも言ってるんですけど、本田圭佑とか、まあ、圭佑が一番多かったかな。そのオリンピック代表でいろんな各地の国に行ってる時にいろいろ話すんですよ、そういった時に、まあ、圭佑とかとサッカー選手だけじゃダメだよねっていう、未来のサッカー選手っていろんなことをして社会人として人としてもサッカーバカじゃダメだよねっていうことを20歳からずっと話してたんですよ。で、まあ、その時にちょうど長友佑都とかが入ってきて、佑都とかはこうこっそりうちらの話をこうやってこう見てるみたいな見ながら、あ、なんだあいつらサッカーだけやってればいいじゃんみたいな風潮だったんですけど、まあ、今でもそういう風潮ですけど、そういったのをうちらは変えようねっていう話をすごく、まあ、細貝はじめとか、なんだろう、やっぱ北京オリンピック世代はそういう話がすごく多かったですね。吉田麻也もそうだし、だからこれからのサッカー界って間違いなく変わってくると思うんですよ。それって何かを見てないとそういうふうに思わないと思うの？それって多分見てるところっていうのは、まあ日本人の選手だったらね、自分たちの先輩プレイヤーだよね。でその先輩プレイヤーたちがサッカーだけをやってた結果、仕事がないのが引退した後に困ってる人がいたりとか、やっぱり見てきてるわけじゃん、もう J リーグができて何年経ってたから。そこら辺っていうのはそういう人たちの、まあいい意味での背中を見て危機感あったってこと？それはそれとも中曽の場合は実家がさ自営業じゃん。はい、焼き肉屋ですね。どっちなんだろうそれは。いやもう単純にもうサッカーラバーなんで、サッカー大好きなんで僕たちは。なんで、そういう輝くしい先輩たちがサッカー終わった後も輝いてほしいっていう、で自分たちもサッカー終わった後にサッカー選手以上に輝きたいっていう、ただその願望だけだと思います。それが、まあ、未来の、まあ、サッカーの、まあ、ちびっ子たちの、夢にもなるし希望にもなるし、サッカーっていうブランド価値も上がるっていうのを分かってるからこそ頑張んなきゃいけないっていう、勝手な使命感に立たされてるっていう。なるほどね。そうですね。はい、だけどそれすごいなと思うんだけど、改めて聞くと、なぜかって言ったら、中曽なんか、まあね、日本でこう育って、日本でこうサッカー選手プロになって、それから代表にもなって、でそして海外行ったわけじゃん。で海外になったらさ、はい、日本と違う歴史があるわけじゃん、サッカーの。100年違いますからね。ね、そしたらさ、はい、その歴史が長い分、選手たちのセカンドキャリア的なようなところであったりとか、その海外の選手たちがあの引退しても輝いてる人たちの事例っていうのがいっぱいあるわけじゃん、日本と違って。はい、そういった時って多分僕もこっちにいるからこっちのサッカー選手の友達とか見てて思うんだけど、やっぱりなんかこう引退した後もあれすげえなと思うような会社を作ってたりとか仕事をしてる人たちがいっぱいいるわけじゃない。日本ってその事例がまだまだなんとなく少ないなと思うから、引退するまでのそのキャリアの間にできた人脈とか生かせばいいなと思いながら、僕はこっちでそのヨーロッパの選手たちとも接してるし、と同時にヨーロッパに来た日本人選手の中層もそうだけど、できればね、あのイギリス来た時もじゃあ俺の知り合いのビジネスつながりの書士と紹介するよってことでね、何人か紹介したと思うけど、そういう体験をしてみた中で、改めてどうもその海外に行った時に得れたもの。じゃあ本当ね、そもそもが違うから、多分皆さんの中でも、まあ、分かる人分かんない人いると思うんですけど、サッカー選手ってサッカー以外のところで、じゃあサッカー練習終わりました、みんなでカフェ行きましょう、行くんですよ。行くと何の話するかっていうと、サッカーの話大体2割ぐらい、あと女の話が3割ぐらい、残りはお金稼ぎの話なんですね。で、イギリス今でもそうですよ。僕がいた時はそうでしたね。で、イギリス人は特に不動産、
とにかく不動産の話ばっかりしないです。うーん、で、まあ、不動産でどうリノベーションして売るかとか、うん、まあ、いくらいくらで買ったんだっけ、いくらで売れたとか、うん、そういう話ばっかしかしないんで、お前も何かインベストしろってめちゃめちゃ言われてたし、うん、多分彼らってそのやっぱ100年歴史が違うんで、うん、なんだろう、成功する人しない人っていうのがもうはっきり分かれちゃってると思うんですよ、うん、だからそのサバイブの中で絶対に勝たなきゃいけないとか生き残んなきゃいけないっていう術を知ってるんですよね、うんうん、だからサッカー選手のサッカーの話2割で本当に終わるんですよ、2割3割で、うん、でももう本当にこう、ビジネスの話ばっかしかしないですね、正直。うーん、でしかもそれビジネスの話を自分で発するとやっぱプレミアリーガーって、をサポートしたいっていうビジネスマンがまた出てくるんですよね、うんうんうん、でそういうサッカー選手をサポートするっていうビジネスマンがこう合わさって、なんだろう、インフルエンスの力プラス、まあ、資金力だったり知恵だったりっていうのが合わさって、爆発的な力を生み出すっていう人が何人かいましたよね、やっぱ。これはこれからの日本はもっともっと、まあ、ケイスケの場合もそうじゃないですか、うんうん、あいつもサポーターがたくさんいるし、うん、賢い人たちが、うん、やっぱそういったただ単にやっぱサッカー選手の知識だったり勉強だけじゃさすがに壁はあると思うんで、そういった人が、うん、うまくこうマッチングすればすごい化学反応が起きるんじゃないかなと。そういう世界であればサッカーってもっともっと広がるなと思いますけど、うん、イギリス行ったらそのなんか感覚っていうのはやっぱり現場で見れてた。いやもう見てましたよ、もうすごいっすもん本当に、自分の年俸、彼らって最低でも2億ぐらいあるんですけど、うん、自分の年俸以上に副収入の方で稼いでるっていう選手もざらにいましたし、ただ日本の場合は、まあ、僕も本当に思ってるところなんですけど、うん、サッカー以外のことをしたら悪だっていうこの世界観、うん、本当にぶっ壊したいですね。なるほどね。まあなんかね、ここら辺は多分ちょっといろんな考えあると思うんだけど、例えばさ、まあやっぱりイギリスに行ってたからわかると思うけど、めちゃくちゃこのチームさ、アカデミーがすごいじゃん。すごい、もうだって振り切ってるもん、サザンプトンの場合は。サウスサンプトンアカデミー超優秀じゃん。はい。で、アカデミーを見てきたと思うけど、ちょっとアカデミーの話ってすごく珍しいと思うから、ちょっと聞きたいんだけど、はい、僕がニースのアカデミー見てるとさ、教育機関がすごいのよ。うん、なぜかって言ったら、はい、サッカー選手はサッカーだけできてたらダメだと。サッカー選手だけど、うん、ちゃんと語学堪能じゃなきゃいけないし、サッカーに関わる仕事、マーケティングもそう、それからトレーニングとしてもそうだし、生態もそうだし、いろんな知識を身につけておいた方がいいと、サッカーに関わる。だから高校を卒業するまで間の学校 の, あの授業の内容が一般の人たちの授業の内容プラスアルファそういうあのスポーツマーケティングに関わるようなこともアカデミーでは習ってるのね。でそしてプロになった時に、うん、なれる人はなれる、うん、アカデミーの卒業生が全員そのチームのプロになるかってなんないじゃん。出てきても、うん、あの3人か4人ぐらい多くて、うん、それ以外の人たちは違うチームに入るテストを受けるか、またはもうその時点でサッカー諦めるってなっても、サッカー関連に関われる職業に就けるようなトレーニングとか学びを高校卒業までしてるわけよ。要するに、サッカーに関わってるビジネスのちょっとしたノウハウをその高校卒業までに習ってるから、多分選手になってお金得たときに、それがいい意味で、多分なんかこう価格変化埋めてるんじゃないのかなと思うんだけど、そうやって見たときに、あのチュンソンはさ、J リーグ の, あのユースから上がってきて、はい、違うじゃん、仕組みが全然。そこに対して、ね、僕はもう少しね、チュンソンは海外のクラブでやっぱりプレーした身としては、やっぱりクラブ経営の人たちにそういう現実の差をね、教えなきゃいけないと思うんで、そうじゃないと、今、チュンソンが言ったような話はね、生まれないよ、絶対。難しいっすね。その思いだけじゃ回らないし、うん、っていうところで、サザンプトンめちゃめちゃうまいのが、やっぱその育成した選手を売るっていうところにとにかく特化してるんですよ、うん、だからマネタイズの仕方がすごくうまくて、うん、例えばウォルコットとかチェンバレンとかベイルとか、うん、あれ全部サザンプトン出身なんですけど、うん、とにかく若いうちから試合に出して、
何十億で売るっていうところにもうフォーカスしてて、うん、僕がいた時は GM が、スイスからの、なんだあれはファンド会社から派遣されてきたんですよ、サッカー知らない人が、うん、だとにかくお金、なんだ、まあとにかくお金ですよね、もう数字でしか見ないっていう、うんっていうところで、経営をしてるなっていうところは日本と全く違うなっていうところは思いましたね、うん、だそれがあるから設備もすごく充実してるし、うん、正直言ってそのサッカー選手として人間としてっていう教育のところは僕は見れてないんですけど、うん、アカデミーの中学生から、うん、メンターがついてるんですよ。メンターがいるの？メンターがいます、チームに、で週に1回メンターが、中学生の子供たちと話して、うん、お前は成功するんだっていうマインドをもうガンガン注入していくんですよ。へえ。それがジュニアユース、ユース、そしてトップになっていくと、うん、やっぱその中で開花するやつって出てくるんですよね、うん、マインドのところで超一流が、うん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 、まあ安い投資だよね、だけどね、言っちゃうとね、もう全然全然あの仕組みは画期的っていうか、今までは体に体にとか食に食にとか、うん、トレーニングにとかトレーニングに機器にとかそういったところにしか僕はなかったんですけど、うん、海外に行ってメンタルの大事さっていうのをめちゃめちゃ感じましたね。まあ、そういう点で中村のちっちゃい時のメンターってやっぱりお父さん、お父さんであり生き方ですね、はい、やっぱりそうやって考えると、まあ、プロになってからももちろんそうだけど、プロになるまでのメンターとプロになってからのメンターって多分2種類あった方がいいかなと思ったりもするんだけど、うん、自分が今ここまで、ね、プロを長く続けてこれて、そこら辺どう感じてる？正直僕29からかな、うん、メンターつけたんですけど、うん、ちゃんとした、うん、やっぱ全然違うですね。違うっていうのは、あの感覚っていうものを言語化にした時に、うん、波がなくなるんですよね。スランプに陥らなくなる、そこが見えるようになるから、うんうんうん、もうとにかくこう渦の中にこうブワーって調子悪い時は入っていっちゃうんですけど、うん、言語化で積み上げてある程度その自分っていうのは何かっていうのを形成していくと、ここの底に当たるんですよね。そうすると、うん、その渦のそこが自分で作れるっていうのがあって、メンタルの大事さはプロになって、まあ、サザンプトン行った後ですけど、プロになってまた形成の仕方は変わりましたね。まあ、それまでは圧倒的なインプット量が必要だなと思うんで、うん、そこまでメンターは必要あるのかなとは思いますけどね、若いうちからは。まあ、じゃあある程度やっぱりこう経験を重ねた時に落ち込まないっていうか、そう失敗とは言わないな、こう落ちないようにするためにはメンターは必要だってこと。メンターはだからとにかくサッカーって小学校3年生ぐらいからスタメンになったベンチだったっていうサバイバルの世界じゃないですか、うん、一番結果がシビアな、シビアだし残酷な世界だと思うんですよ、うんうんうん、小3からそんなことをね、突きつけられてお父さんお母さんに試合出れなかったみたいな感じで、うん、なんだろう、気を使うみたいな、うん、けどそこのサバイバルをずっと勝ち抜いてきてる人たちじゃないですか、うん、だからとんでもないインプット量あると思うんですよ。右に行くか左に行くかで勝負は決まるし、うん、相手を止めるか止めないかとか、うん、だからそこのインプット圧倒的インプット量を整理するのはメンターがいた方が絶対いいと思います、うん、まあ、けどなんかそうやって言われると20代後半ぐらいにやっぱそういうのつけたって聞くと、やっぱその身体能力の変化ってあると思うんだよね。で、20代のやっぱり後半ぐらいまでだったら人間ってまあ比較的みんなね成長すると思うの、どん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 、うん、身体能力としてはね、うん、けどやっぱそれを超えてくると少しずつやっぱり前と違って身体能力も成長っていうよりも、あれ前よりちょっと回復遅いなとか、前よりキレが悪いなとか、少しずつそういったことをこう感じ始める年齢だと思うから、けど、うん、人としてはね、日々いろんな体験経験してるから、人間としては成長してると。けど、うん、身体能力的なやっぱり成長っていうのは多分違うと思うんだよね。
そういった時にやっぱそういうメンターみたいな人がついてくれてるおかげで、自分のこう内側に感じてることをに対する感覚の言語化っていうのが多分できてくると思うんだけど、その言語化ってチュンソンにとって何だったの？ちなみに言語化って俺にとって、まあ多分その29、30ぐらいの時って浦和レッズの時だよね。そうですね、浦和の時ですね。うん、ちょっと出れない時が少し続いたりとかいろいろあった時だと思うけど、はいはい、何を整理したの一番自分の中で。いろんなトレーニングやってたよね。もういろんなのやってましたよね。はい、とにかくその言語化の落とし込みって感覚なんですよね。感覚で成功した成功しないっていうのが、なんだろう、自分が分かってくるんですよね。勢いじゃない自分が、うん、勢いじゃなく、本当勢いじゃなくなってくるんですよ。自分というのを言葉に一つずつ積み重ねていくと、そうするとこう自分が分かってくるっていう、なんだろうな、言葉で自分自分が分かってくる、ね、その自分が分かってくる、何が分かった、自分その29、30ぐらいの時の自分って。ああ、もう付き合い方ですよ、自分との。憧れをずっと追ってる自分だったり、夢をずっと自分追ってる自分であったり、等身大の自分が全て分かることですね。そうすることによって、なんだろうな、変に背伸びしないし、こう 100% の自分に、限りなく 100% の自分に近いパフォーマンスが出せるようになってくるんですよね。っていうと、自分の身体能力とか自分のプレーのスタイルとか、自分自身が一番得意なことが何かっていうのを、その29、30ぐらいの時に改めて見直しができたから、その後に、まあ、ルヴァンカップも含めてだけど、美味しいとこをボン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 取れるようなフォワードになってきたってこと、そうですね。あと、やれることやれないことがはっきりします、言葉にすると。だから夢見てる自分じゃなくなってくるっていう。やれることやれないことっていうところ、自分の強み強みじゃないとか、やれる可能性があるとか、そういったことを。昔だったらね、強みじゃないところでもね、そこを伸ばしたいからって欲持ってそこを成長させようと思うわけじゃん。はいはい、そこはもう切り捨てれたって話。そうです。あとやっぱこの30ぐらいになってくると体の痛みとかも出てくるんですけど、その痛みとも付き合わなきゃいけないとかになってくるんですよね。自分のこと分かってくると、若い頃はその痛みを消そうって思ってきちゃうんですよ。けど消せないから絶対、っていうのが、言葉をこう言葉にしていくと、そういったところが見えてきますね、自分っていうものが。それが29、30それぐらい。けど俺29、30ぐらいの時にさ、朝3時に、4時か5時ぐらいに呼び出されて、まだ飲んでしょとか言われながら、もう全然ホテルのベッドにいたのに、いきなり恵比寿横丁に呼び出されてさ、なんかこう、ゴールの感覚が違いって悩んでたよね。そうですね、やっぱ、ゴールの感覚が違うっていうか、なんかやっぱりこのゴールが決まった時の観客の反応も含めてだけど、自分の反応もそうだけど、ね、やっぱプレミアリーグにいた時の感触と J での感触が違う。いや、それは違うですよ。人の慣れってすごい怖いなと思うんですよね。ちゃんとした挫折って僕そんなないんですけど、こう目標がなくなる挫折っていうのがあって、まあ、それ2回あるんですけど、1個目が北京オリンピック終わった後、で北京オリンピック始まる前に僕、まあ、名前を書いてリーを背負って日本代表として、評価じゃなくて結果を絶対残すんだった、まあ、その結果がリーっていう名前で日本代表としてオリンピックに出るっていう明確な結果が欲しかったんですよ。それに向けてもう毎日練習もしてたし、ヨネスタイルその時、で試合もしてたし、でオリンピックに出ましたって、でオリンピックに出た後、
目標がなくなっちゃったんですよ。うん、そうするとパフォーマンスもみるみる下がっていくんですよね。うん、まあ、J リーグで活躍しても、まあ、ある程度のプレーしても活躍できるよとか、うん、そういう気持ちになっていくとみるみるこう下がっていって、で、うん、その時に環境を変えなきゃいけないと思って、うん、環境を変えたんですね、柏から広島に。うん、環境を変えるとやっぱ人って変わるんですね。うん、立場と環境で人はもう1秒で俺は変わるっていつも言ってるんですけど、うん、まあ広島に行って、環境を変わって誰も知らない選手のところでやるとまた、うん、であとその時にワールドカップ南アフリカがあって、うん、みんなと一緒に応援しようって言ってバーでみんなで応援してる時に、うん、みんなわーってやってるんですけど、うん、これなんかその時、まあ、時が止まるじゃないですけど、うん、なんかシーンとなって周りが、うん、ケイスケとかウッチーとかユートとかみんな頑張ってんのに、うん、俺こんなとこで何ハイボール飲んでんだみたいな、うん、って思った瞬間に俺こんなとこに行っちゃダメだと思って、うん、日本代表を目指そうと思いましたね、その時に。だからその一つのきっかけ、一つの人間の概念一つで一つ変わることで人の人生って変わるっていうのを僕2回経験してるんで、まあ、その1回と、うん、あともう1個はリーダーなりを背負って生きるって思った瞬間に、うん、言葉遣いであったり所作だったりあと服装だったりっていうのを、もうすぐ1秒で変わったんですね、うん、っていうので、うん、まあその、まあ、立場と関係で人は変わるなっていうのはいつも思いますね。うん、なるほどね。そんな裏があったのね、実はそこまで考えてたのが。僕はそうやって言われると環境が変えた後ぐらいにあったかな。ちゃんとあったのはそうですね。一番最初にあったのは広島に移籍してからだね、多分。いや、柏の時ですよ。オリンピック代表決まったその夜っすもん。パーティーだったの。こんなとこか。そうです。でも、その後ね、広島行く時ぐらいに話聞いたのは、ブラジル行きますって言ってたよね。そうね。口ではね。ブラジル行って、いや、けどね、その時はね、違うの。ロナウドと一緒にプレーしたくて、短期でもいいからブラジル留学したいって言ってたよ、あの時は。ああ、そうだね。確かに確かに。うん、もっと環境を変えなきゃと思ってた、ね、うん、で、ご飯を、ね、自分一人でも作れるもん何がいいかみたいなこと話してて、うん、日本からこういう乾物持っていけばぐらいの話してた時だと思うよ、それ。そうですね、うん、焦ってたね。焦ってましたね、うん、けど、なんかそうやって聞くと目標設定してそれに対して向かっていく、なんか多分それね、俺もそうなんです。俺たち言ってただからさうんうんうん、あんまり星座のことは、ね、話するのもいいかもしれないけど、なんか目標を設定してその目標になんか目がけていくっていうことが多分あると思うんだけど、意外とね、少年リー・タダナリは子供の時は俺は世界で大活躍してやるぞと思ってなかったってこと？それは思ってなかったですね。あ、そうなんだ。俺も遠い目標ってあんま持ったことないんですよ。なるほどね。一番近い目標をとにかくクリアしていけば、その後に素晴らしい世界があるんじゃないかと思っていつもやってるんですよね。多分人って何パターンあるかと思うんですけど、僕の場合は、まあ、サッカー選手、プロサッカー選手キラキラしてるっていうふわっとした最終目標があるんですね。それをめがけてまず最初に J リーグプロになんなきゃいけない、J リーグで点を取らなきゃいけない、レギュラー取んなきゃいけない、日本代表になんなきゃいけない、海外移籍しなきゃいけないっていうのを一つずつこう壁を越えていったって感じですかね。うん、なるほどね。はい、俺の場合は大きな目標を別に持つ必要ないじゃんって俺言いたいですね、いろんな人に。あ、とにかく目の前のできる壁と言いながら、あの挫折になったその壁がなくなった時だ。その壁すらもなくなった時そうです。圭介さんとか逆にどうなの？圭介さん、うん、どんな目標を持ってそれ目がけてこう準備とかいろんなの、いろんなプロセスをこう組んでた。僕けどちっちゃい時は海外に行きたいっていう目標あったよね。で、あとそれに対して、まあ、どうやっていくかっていう計画とか立ててやってて、でフランスに実際来れてからは
やっぱ店持ったりとか、星取ったりとか、うん、フランス人に認めさせようと思って目標設定して、逆にその目標が達成された後っていうのは、めちゃくちゃ困ってたよ。何に？何次目標しようかなと思って、10年間の計画があるよ、俺の中では。10年間探してたってこと？探してる探してるけど、10年間ぐらいかけて次の人生目標を見つけるのはいいかなと思って、結構だから世界中ね、あの気楽にいろんなところに行って、自分が知らない世界を見たりとか、インプットの時間にして、もちろんなんか飲食店やってればね、一つ星、二つ星、三つ星っていう目標を持つのもいいことなんだけど、僕はそれが自分の目標だと思ってなかったから、僕は多分なんかもうちょっと違う職の世界に貢献したいと思ったから、いろんな世界を見に行って、まあサッカー見るついでにいろんなお店行ったり、逆もしかり、ご飯食べに行ってサッカー見に行ったりみたいなので、まあヨーロッパのいろんなところ、各地行きながら、自分の中にこういろんなものをこう取り込んでいってた10年かなと。今はね、逆に、まあ目標をしっかりしてて、食でどうやって世界に貢献できるかって、すごい大きな目標だけど、まあ今までこの世界がこう積み上げてきてる、いいところもあれば、やっぱり悪いところもあるので、そういったところを今は、こう変えることをできる立場になって、またこう変えるために必要な知識ももう身についてるので、まあそういったことを今やりながら、こう食からこう世界をまあ優しくできるっていうか変えれるようなことをやろうって明確に今なってるけど、それを見つけるのには時間かかったよ。時間かかった。でなぜかって言ったら経営者でもあるからやっぱ同時進行にやらなきゃいけないから、なかなかね、あの子供の時みたいに何も背負わずにやってたとは立場が違うから、うん、背負ってるものを持ちながらなんか新しい目標とか夢を設定するっていうか探すっていうのは結構大変な作業かなと思いながらも、まあ、10年ぐらいかけて今やっと気づけてるんで、今はね、うまみのことをやりやってるし、うまみのことが広まるようなその動画作りとかもそうですけどやってる。あとは基本的に料理作ってようが、今こうやって食のこと広めようが、まあまあなんか人が喜んでる顔を見るのが好きで、自分が何か達成感を得たいというよりも、どちらかというとなんか、いやもう本当に、ケイスケさんに教えてもらって料理美味しくなりましたとか、言われてるのが好きなんで、自分がなんかそれでお金いっぱいもらってやったっていうなんかことを得るよりも、なんか人が自分がなんか指導したおかげでとか、なんか言ったおかげで行動変異して、その人がなんか幸せを感じてるってことを聞けるのがやっぱり好きなんで。うん。それが、ね、直接的な料理のこともあれば、わかんないけど、言葉だけで伝えるときもあったりとか、まあ、形は違えど自分が好きなのは今そこだなって、逆に40過ぎて気づけたって感じよ。そういうさ、目標の見出し方って、うん、やっぱ どういったとこからこう見出すの？圭介さんたちの場合は。僕の時、僕はとにかく2つ多分やり方っていろいろあるんだけど、いろんな本とか読んでね、あ、こういう人生あるんだとか、ああいう人生あるんだっていうなんかこうインプットの仕方から、いろんなものを整理して、過去のいろんな経験上の中から自分に適用するのどうだろうって積み上げながら作る目標の仕方と、もう一つは僕はいろんな人の声を聞くようにしてるの。困ってること。困ってること。で、困ってることが何かっていうことを聞いて、その困ってることを助ける。で、その助けるっていうこの行為を積み上げていくことがまた一つの目標になるんで、困ってることって結構いろいろいろんな人、いろんなこと聞いても、意外と同じようなことに対して困ってることってあるから、で、これって今の社会環境がこうだからこういう困ることが多分出てくると思って、その今の社会環境の中で困ってることを解決できることを一つの目標にする。だから自分が積み上げて考える want、 何かを望んでる want からの何かと、人のことを助けたいなって思うケアからのことと両方ともあって、僕はどちらかというとケアから今なんかやりたいなと思って。なるほどね。なんかそういう社会意義的な生きがい的なところの見出し方ってあんまサッカー選手ってないかもしれない。どちらかというとサッカー選手はウォントの方が多いけど、けど今回ちらちらとね、あの動画いろいろと見てるけど、
でも教えたくない、本当は教えなくていいようなね、あの上手なボールの蹴り方とかシュートの打ち方とかやってるけど、あれってやっぱり普段あの蹴り方教えてくださいとか、ちょっと上手くないんですよねって聞いてるから、多分こういう動画作ってたらね、やっぱり役立つだろうと思ってやってるから。そうだね、まあ俺の場合はもうエゴイストだからね、自分しか見てないし、自分の幸せ、自分が向上するためをずっと思ってて、だからサッカー選手の場合は今違うじゃん、だいぶ。そうだね、結婚してからは多分、結婚してからというか、まあ、自分の幸せの溢れたところをみんなに、まあ、みんなにも分かち合ってもらおうみたいなところにすごく思いますよ。もうサッカー、まあ、スポーツ選手は本当に超エゴシストでいいなと思いますね。ただ社会に出たらそれだけじゃ絶対ダメだと思う、ところは思いますね。俺はもういつ引退するかちょっと分かんないけど、そこの見出し方が自分にもし、できたら、もっと目標設定の仕方だったり生き方が変わってくるなって今話して思った。なるほどね。まあ、こうやってさ、日本から、まあ、関東から広島行って海外行って、まあ、今気づけば、ね、浦和からこう京都、横浜経由で京都に行きましたが、京都なんかはね、いろいろと日本の文化が詰まってるところで、なんかいや最高ですよ、ここは。ね、もうね、パリみたい、町中が美術館だから。ああ、歩いててもう全てに感動するしね。どうぞ。街中だけじゃなくても、ここら辺はどう、ね、文化大好きなリータ・ドナリとして、こうちょっとね、今回は温故知新っていうのも一応テーマに入れときながら、あの海外も経験した中で、こう日本の古い歴史のあるところにこうやってご縁があって移籍できて、まあ、まだそんなに時間経ってないと思うけど、まだ4ヶ月だよね。そうでね、そうですね、はい。どうですか、実際京都に住み始めて、あのサッカー選手じゃなくて一リータ・ダナリという文化人として、この京都の街っていうのは知らなかったと思うけどね。はいはい、もう早く鎖国してほしいなと思いますね、日本を。鎖国、はい、鎖国して日本の文化を守ってほしいなと思います。はい、まあ本当にこれは日本の文化が大好きだからこそ、こう交わってほしくないなって、思いますね。日本の文化ってそこにある京都のなんか言っちゃうと遣唐使遣隋使がいっぱい持って帰ってきて、それをローカライズしてそれを育んできた文化ももちろんあるから、はいはい、ちゃうとパリもそうだけどね、あの伝統と革命、改革っていうのは常に起きてるわけですよ。けどその伝統って言われるベースがあることは事実で、まあ、京都もそうだと思うけど、まあ、いろんな職人さんいても常にそういう改革は起こる人もいれば、伝統を伝統で守る人たちもいるわけなんで、外の地が入ってくるときもいいことあるとは思うんだけど、あんまりそうは思わない。俺は入ってきてほしくないなっていう人です。だって日本ってもうすごいなと思うんですよ。この各都道府県の方便があって、もうそれって鎖国中の鎖国じゃないですか。で食文化もあって、もうこんな素晴らしい国ないなっていつも思いますね、海外に行ったからこそ。なるほどね。まあ旅行でもいろいろ海外行ってるけどさ、まあ、その中でごめん、ちょっと京都ネタじゃなくて、好きだったとこどこある？やっぱキューバっすよ。あ、キューバ。鎖国してるし、鎖国してるって別にその鎖国主義者じゃないですよ、僕。皆さんちょっと勘違いしないでください。その文化が好きだからこそです。あ、そうだよね。日本にいてもなんかね、お茶やってたりとか、はい。いろんな器見に行ってるよね。器も大好き、そうですね。なんか、まあやっぱ料理もそうですけど器もそうだし、作ってみてその凄さが分かります。こう絶対この料理再現絶対できないし、僕はあと器とかも簡単かなと思っても、その全てのディティールが絶対に真似できない。っていうのはやっぱやってみなきゃ全て分かんないなっていうのは思いましたね。なるほどね。俺あとケイスケさんのあの話好きっすよ、海側と山側の塩分の違いの話。
ああ、全然違うね。ちょっと花の話 してくださいよ。あ、塩分？はい。そうね。まあ、これはね、日本で、僕の知り合いで日本全国の醤油を集めてる会社があるのね。群馬に。で、その会社の若い社長さんと、まあ、話してた時にも学んだことなんだけど、やっぱり、海側の地域と山側の地域だと、使ってる材料も違えば、醤油の味違いますよって話をしてて、うん、やっぱり沿岸部っていうのは、海産物取れるから、自然にその海産物を通して塩分取れてると。で、内陸部に行っていくと、特に山になると、なかなかその塩分が取りづらいから、やっぱりこう、食べ物からの塩分量が少ないから醤油自体がちょっとしょっぱいですねって話は、もともと、その醤油作りをしてる人から聞いてたのね。うん。で、まあ、僕はヨーロッパで、まあ、こっちにいてもいろんな研究者の人たちに会う中で、この沿岸部にいたら、まあ、今西って実際沿岸部なんでね、生活の中からもやっぱこう肌で塩分感じてるとか、やっぱりそういうのがあるから、食べ物の中もそうだし、自然環境の中からやっぱり塩分をナチュラルに取れてるから、沿岸部のその料理の味の濃さとかと、それから内陸部の料理の味が違うんだっていうことをフランスの味覚研究所の所長さんが言ってたのね。うん、うん、で、そこからどういうものを食べた方がいいかとか、どういう味付けがいいかっていうのはすごく意識しながら世界中旅してると、本当に海が近いところの料理っていうのは、そもそもその海産物から塩分が取れてるからっていうのもあるから、ほとんど塩しないで、素材の持ってる味、素材の持ってるミネラルと、が生きるように料理してるなと。けど、それが僕が若い時は、うん、ああ、塩するの忘れてんな、この人と思ってたのよ。自分は多分、塩分が好きだったんだよね、若い時っていうのは多分。体もやっぱり動かしてるし、活動的だし、汗もかくし。けど、年取ってくれば取るほど、やっぱり自分自身のこの活動もやっぱり落ちてくるから、うん、やっぱりそういうなんか昔食べてて美味しいと思ってたものよりも、今はどちらかというと本当により自然的なものを食べる方が自分には合うと思ってる。なんでその若い頃って塩分必要だと思うんですよ、うん、ある程度、うん、お塩取ってくると必要ですよ、うん、汗かくと出ていくでしょ塩分。はい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 。おしっこだけで出ていくじゃなく、汗でも出ていくと、うん。うんうんうん。だからスポーツしてる人はもう普通に健全に取ればいいと思うけど。それはない？年は関係ないの？年？あ、だから年が取るとやっぱ活動量減ってくるじゃん。年っても若い時と同じような運動量だったらそれは問題ないと思うよ。ああ、そういうことなんですね。うん。いや、俺もその塩分と、うん、石松さんの、栄養士の、まあ、栄養士をつけて塩分とあとオイル、良質なオイルを取ることにとにかく徹して1年やってきたら、本当体みるみる変わってきて、うん、めちゃめちゃ良かったですよ、僕の場合は。圭介さんが塩分を、まあ意識した、まあ、食事法とかいろいろやってるじゃないですか、うん、でも堀江さんにもうめちゃめちゃこう攻撃されてたじゃないですかそんなんダメだよみたいな、はいはい、俺もっとこうやっぱ塩分をゼロじゃないじゃないですか。その塩分を 100% 取るなって言ってるわけじゃないっていうとこ、はいはいはい、そうそう、だからそこから堀江さんの話をもっとなんだろう、堀江さんを、に言ってほしかったなと。そう、ああもうけどさ、タカポンは先輩だからさ、地元の先輩に焼き入れられてるような感じだったから、先輩に立ち向かうと面倒くさいからさ、うんうんうん、だけど説明する時間がそのツイッターとかフェイスブックって文字だと短いから、そうね、うん、説あったら言おうかなとは思ってるけど、やっぱりこれをね、うんうん、文字にして説明するとなるとやっぱり不足が起きちゃうんでね、だったら本全部読んでくださいよとも思うし、うんうん、だって普通に生活してたら塩分めちゃめちゃ取るじゃん、しょっぱいのばっかじゃん、うん、だからそうやって塩分がない料理っていうものでリセットするにはすごくいいなと思ってて、うん、だから僕も
外食、毎日ほぼしてたのを、うん、週3にして2日間は家でご飯絶対食べるっていうようにしていくと、うん、家でご飯食べることでやっとリセットできる、うんうんうん、そうしていくと体がすごく良くなってくるんですよね。動けるようになってくるし、まあ、それもさ、忘れちゃいけないのはさ、縁の下の力持ちがやっぱりあってさ、まあまあ奥さんのね、作ってたらやっぱり自分の味なんか濃いんだ、うんうん、なんかそこをリセットしてくれるね、ご飯作ってくれた奥さんがいるっていうのは大きいと思う。まあそうですね、うん、いやとにかくリセットする場所っていうのが今の社会に絶対必要だなと思ってて、それはね、そのリセットの場所って外がいいと思う、家がいいと思う、 家だよねやっぱね。いや余裕で家ですよ、外じゃ無理でしょう、うん、と思いますね。だからそれをもっともっと言ってほしいなと思って、ただ単に塩分カットだけじゃないんだよっていうのを、まあ、まあまあまあそうなんだけど、ただ単純に塩分カットじゃないんだよなんだけど、実を言うとここ非常に難しいコミュニケーションだと思ってて、塩分カットが分かりやすいんだ、うん、まあね、うん、うん、グルテンフリーみたいなのとかね、はいはい、シュガーフリーみたいな、今そういう言葉が先行した方がみんなやりやすい。ただ、うん、塩分だけはそれでも無理でしょってみんな思ってんの、うん、けど塩分でもいけるの、うん、旨味さえしっかり引き出せば、うんうん、だそこら辺はすごく、旨味を上手にやりましょうって言っても、旨味っていう言葉の定義が日本には正しく伝わってないから、逆に旨味をちゃんとやりましょうって言ってもみんな誤解して違うことやっちゃうと思うから、うんうん、だからまあ今回に関しては、まあ、塩なし料理理論ということで出してるけど、本当はもうちょっと複合的にいろんな使い方をやって少しずつ、ね、広まってほしいと思うけど、そんなに人は器用じゃないからさ、はい、うん、転向するやっぱり言葉が必要だなとは思ってる、そこは。あれ普通の疑問なんですけど、塩化っていうのはあるんですか、うん、老化の中に。老化の中の塩化、正確に言うと塩分取りすぎてるせいで老廃物を排出するのが下手になる、機能が低下するからなっちゃう、うん、だから、塩化じゃなくて塩分のせいで自分たちが持ってるそういう、ね、器官が傷んでいくからによって老廃物が溜まりやすくなっていく、老廃物が遅くなるっていうのはある。なるほど。これね、まあ中村のね先輩にも当たる、まあ見たから見てたから分かるけど、久保ね、ドラゴン久保さんね、そうで、はい、もう本当にね、僕の人生で毎回邪魔すんなこの先輩はと思うぐらい、うん、ね、ドラゴンなんかは今塩作りやってますよ。はいはい。あのけどね、高校の時はあの先輩がいたおかげで僕みたいなのはプロとかなれるわけでもないし下手だし、やっぱりあの自分は自分のやりたいことやろうっていうのをこう気づかせてくれたあの先輩であったりでもするわけですよ、あの人は。で、うんうんうん、で自分はだから彼がいたおかげで、やつがプロになって日本代表になってんだと、俺も料理の世界に出てやるぞみたいなのを常にライバルしてきた先輩でもあるんだよね、うんうん、で、まあ、そんな先輩がさ今塩作ってるわけじゃん、はい、俺塩なしって言ってんのに塩作るとかどういうことだと思ってさ、うん、取り寄せたわけですよ塩、うん、だからね、ものすごい塩なの、マグネシウムの多い塩で、うんうん、ナトリウムが全然ね他の塩に比べて少ないと。普通ナトリウムって日本だと、うん、食塩規格だと 97% 以上ナトリウム塩の中に入ってると、その先輩がね、タツの作ってる塩はナトリウムが 70% ぐらいの、圧倒的に違う、うん、うんうん、だからマグネシウムとか他のカルシウムとかカリウムの量が多い、より海のミネラルが残った塩を彼作ってて、うん、舐めた瞬間に違うって分かったから。ただね、塩は作ってるけど多分科学的なこと全く分かんないから、うん、彼が言うと一緒にやってる人に連絡してちょっと教えてくださいって電話かけたら、松島さんは久保さんにいつも話聞いてると、けどこの塩舐めた瞬間にマグネシウムの量が多いって分かるんですかって言うから、うん、なんとなく多分多いでしょって言ったら、まさしくそうですと、久保さんの周りにいる人たちは変態しかいないんですねって研究者に言われたんだけど実際そう、いいね、いいね、実際そうね。で、まあ、あ、なるほどって、その後研究者の方たちにも直接会っていろいろ教えてもらったのね、その自然界のこう仕組みの中で出てきてくるこの塩の良さっていうのを。で、僕は完全に否定してるわけじゃなくて、あの食塩規格っていうのがおかしいとも思ってるし、また日本は塩作りにおいては、あの専売公社っていうね、
会社が、国営だった専売公社が 99% の生成塩を作ったことで日本人のミネラル不足を起こしたっていうことに対する危惧でもあるから、こういうことを今やってて、で、まあそれでやっぱ知らない間に塩っていうのは脳が欲しがるから、どん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 その体にいろんな意味で塩害を受けてるっていう今の社会環境を変えたいと思いながら、まあ、あのうまみ活動もしながら出会ったのが今回の塩なんだけど、いや、研究者の人たちから話聞いたらわかんじゃん、テクノロジーの結果を得ながら、はいはい、そんなテクノロジーの手の字も知らないね、ドラゴンがなんでこの塩を、なんでやったの、なんか逆にそこなぜかっていうのを僕いつも聞くのが楽しいからさ、はい、なんで気づいたのって聞いたの、まあようわからんと、はい、ようわからんけど俺が分かっとうのは8月の塩が美味しいと、おお、自然が一番豊かやろうがって言われたのね、はい、日本のね、8月、日本の暦でいうと葉月なんですよ、はい、だから太陽をいっぱい受けて、ね、木々が一番光合成をしてるから、その木から出てくる栄養素を川が拾って、うん、その川が海に流れていくことによっていろんな循環が良くなってくる、でその時の塩が一番いい、うん、それはよう分かっとうと、うん、けどそれがよく分からんと、うん、であと満月と新月っていう月1回海には2回あって、その満月の日に出てくる海水で作る塩の方がミネラル分が多いと、うん、分かっとうっつったら分からんっつってたから、けどその日に汲み上げられてきた水で塩を作ったら酒がうまいっていうのだけは分かったと、うん、ただ分からんと、完全に、いやすごいすごい、完全に未だに野人なのよあの人、けどなんで作りたいとか、なんでそこに興味持ったんだと、変じゃないと、そこ教えてったら、はい、やっぱりね、怪我だった、自分が怪我をしてリハビリしてる時に道場に行ったと、断食道場、で断食道場に行って断食をした後に自分を一回接触させた後の怪我の治りが早かった一つ、と同時にその時に舐める塩の味が濃いと、やっぱ気持ち悪いし、塩を取ってると怪我の悪い塩を取ってると、その食塩を取ってると怪我の治りが遅かった、だからより上質な塩を取ってミネラルが多い塩を取ってる方が怪我の治りが早かったっていう自分の体験があったから、あの塩作りをやってる人の話を聞いて興味が持って自分で今塩作りやってるっつって、やっぱりメディアってさ少し難しくてさ、表層的なところばっかこう取り上げて久保達彦塩作りって出るけど、なんでその塩作りを始めたかっていうところはなかなかニュースに出ないけど、直接本人に電話して聞いたらね、まあ感覚的にしかもちろん言わないとこもあるけど、あのそこをやっぱりこうテクノロジーとともにこう組み合わせて話をこう理解してあげると、いやいややっぱりね、先輩すげえなと思いながら、ただ言語化できてないだけであって、けど感覚値として持ってるのはやっぱりね、ワールドクラスですよ、あの人やっぱ。けど、ケイスケさんから見てさ、アスリートってさ、肉から、魚に俺は変えてすっごい良くなったんですよ、体が。うん。それって若いうちからやった方がいいの？どうなの？どう考えてもやっぱりキレが全然違うから、多分そうですよね。魚の方が絶対いいよね。うん。で、それね、老廃物の溜まり方なんだよね、やっぱり結局は。あと、お肉にもよるけど、やっぱり肉ってサシが入ってる方が美味しいわけじゃん。うん。魚の油は自分たちの体温で溶けますよ。どんだけでも。なるほどね。はいはい。肉の油は溶けないから。で、それが要するにさっき言った、良質な油を選んでるっていうところの、その酸化のところ気をつけてますっていうのと一緒だと思うから。はいはい。肉は食べたいと思うよ。けどやっぱり肉を食べると自分の体では消化できない、温度では溶かせれない油があるって考えると、うん、魚の方がいいよね。うん。体に負担、まあ負担がないのもあるし、まあ消化する時間もあるじゃないですか。うん。食べるタイミングもすごい難しいなと思って。
寝る前食べて寝てる間に消化しながら寝るってすごい効率悪いじゃないですか、うん、そういうのもあったらやっぱもう魚中心に本当になってきちゃって、うんうん、これは提唱していっていいのかなと。した方がいいと思う。自分エビデンスね、うんうん、けどそれは多分もともとの体質ベースっていうのは多分あると思うの、うん、で中層の場合はいろいろやってきた中でやっぱこれが今最適だっていうのが今の年齢で気づいたかもしれないけど、その気づくきっかけっていうのがもし例えば、うん、いろんな遺伝子検査をできるんであれば早いうちにした方がいいよね、うん、でこの間長里と話したら長里は彼女の場合は肉食べてるよ。自分は遺伝子検査したら動物性タンパク質の方が体に向いてるっていうのが検査結果分かったんで、うん、あの炭水化物を一切やめて肉だけ食べてますと。で、どうなの？いいって？表になってるの、表に。うん、遺伝子検査ってどこまで信憑性あるんですか、あれ？信憑性はね、やっぱ結果出てる選手に聞くのが一番いいんじゃないの？いや、そうなの。うん、長里ちゃんとかね、うん、けどユキの場合はやっぱりやって思いっきり変わってプレー全然違うって言ってたね。うん、まあ年近いと思うけど、やっぱりそこら辺は見てもいいんじゃない？今の自分のやってることを信じるのも大事だし、それを科学的にもう一回立証してもう再確認する必要って別にそんな難しいことじゃないから。まあそうですね、うん、やってみよう。唾液だけでも検査できるしさ、今は。うん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 。まあそこら辺で確信がさらに深めれば、まあまだまだまだ長くプレーできんじゃないの？やりたいっすね、長く。うん。プロとしてね。まあプロ以外でもサッカーはね、終わるわけじゃないから続けれると思うけど、やっぱプロとして楽しめれる期間が長ければ長い。確かにね、うん。サッカーと寄り添って生活するって、まあ多分死ぬまでそうだと思うしね、うん、サッカー選手は。うんうんうん。ちょっと扇原来てるんで、扇原のとつなげたいんですけど。はいはい、圭介さん、じゃあつなぎますね。扇原選手、キャプテン、なんと横浜マリノスキャプテンですよね、今。こんにちは。こんにちは、ご無沙汰か。はじめまして。あ、はじめまして。僕ね、トゥーロンでおにぎり、じゃないんですよね、トゥーロンでおにぎり持ってったんだから。すいません、聞きました、ありがとうございます。いや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 ユニフォームもらいましたよ、その時。あ、本当ですか。もらってもらった、みんなからサインもらって。その時はじゃあお世話になりました、ありがとうございます。いやいやいや、はい、今話聞かせていただいてました、途中からですけど。はい、魚食べるようにします。いや、もう絶対した方がいいよ、だから。そうですね、聞いてそう思いました、うん、めっちゃ、うん、今は肉ばっか、タカは。今は、朝は魚食べるんですけど、うん、昼、夜はほぼ魚食うことないですね、あんまり。うん、あと野菜食った方がいいよ、マジで。野菜ですね。めちゃめちゃ食った方がいい。けどさ、マリノスの食事すごいじゃん、はい、お昼。はい、昼めっちゃいいですよね。圭介さんすごいんですよ、マリノス。間違いなく日本一です。マリノスって練習場ないんですよ、今ないね。はいはい。転々としてるんですけど、うん、転々としてても食事、ランチの食事だけは本当日本一のものを提供してくれるんで、それで日本一になったっても過言ではないと思うね、タカ。はい、めちゃくちゃ練習終わって素晴らしい食事提供していただいているので。これシティフットボールのおかげ？いや、多分そこは関係ないと思いますね、その食事面は。へえ。はい、けど多分関係あるんじゃない、シティフットボール言われてるでしょ、はい、多分。あ、そうなんですかね。うん、あそこまで出ないと思うよ。そしたらでもすごいですね、やっぱ、うん、すごいっす、あそこは。それは何、管理栄養士さんがちゃんとついてそこでしっかりしたものが出てくるって感じ？それとも、そうです、一応栄養士さんがついてて、うん、あとはなんかその栄養士さんが去年から確か変わったんですけど、うん、それまではちょっとなんか、去年ほどはそんなに縛りなかったんですけど、食事会場でもまあ、うん、オレンジジュースだったりリンゴジュースもあったんですけど、去年から一切なんかなくなったりとかして、結構栄養士さんが決めるように多分してくれています。まあ、ね、あれさ、J リーガーと聞くと、話聞くと、うちのチームにも管理栄養士がいるんですけど、チームの飯まずいっすって声めちゃくちゃあるんだけどさ、実際管理栄養士さんが料理の提案していくと美味しくならないっていう話もあるんだけど。いや、でも美味しいです。
横浜は。ファイナンス、はい、美味しいです。セレッソ、あれさ、セレッソどうですか。セレッソ。監視。セレッソ、セレッソ。どうぞどうぞ。セレッソどうです。セレッソの時ですか。うん。セレッソの時、僕がいた時は昼ご飯とか出なかったんで。なるほど。今はどうなってるか分かんないんですけど。はい。僕がいた時は、食事面の提供っていうのは、なかったですね。なるべく早くね、接種する方が絶対いいですからね。そうですよね。あとは、と思い僕はトゥーロンでおにぎり持って運んでました。ありがとうございます。はい、梅干しで日の丸真ん中に乗っけながら、鮭とおかかと。全然覚えてないんですよね、すいません。まず合宿場で最後ご飯作ったからね。あ、本当ですか、ありがとうございます。そうそう言われて、なんか松島さんが持ってきてもらうのは悪いんですけどこっちで作ってくださいって、そっちの方が大変だけどとか思いながらホテルに許可取るんだったらホテルで作りますよっつって、すごいなんか丼作ってましたよ、あの時は。覚えてないな。これけど、やっぱ J リーグチーム強くするんだったら昼飯ちゃんとやった方が絶対。ああ、確かにそうですね。それが一番だと思いますもん。うん、みんな真似したらマリノス優勝できなくなっちゃう。大丈夫？どうなん？いや、でもまあ、そこは、正しい競技。選手、はい、そこはやっぱ正しい方が、多分みんな選手ハッピーだと思うんで、あ、いい情報はやっぱみんなで共有した方が。それは分かる。いいんじゃないかな。はい。間違いない。やっぱ一人暮らしが多いから、うん、そうですね。昼ご飯でリセットできるんですよね、さっき言ったように。なるほどね。はい。野菜多く取れるとか、ヨーグルトいっぱい取れるとか、うん、炭水化物少なめで魚ばっか取れるとか、うん、そういったのをお昼で調整できるから、お昼が一番重要だと思います。夜っても、まあ、会食あったりとか、なんかあるじゃないですか。うんうん、自分の好きなもの食べちゃうから。意外とね、びっくりしたのは、やっぱり選手、J のクラブは昼ご飯食べないんだ、食べないで帰れるんだって思ったのがびっくり。ヨーロッパだと食べてたでしょ、朝食べ、クラブで食べる場合もある人だって。いや、朝昼絶対出ますよ。でしょ？絶対。サウザンプタンそうだったでしょ、だって。逆に、サウザンプトン、あんまり日本のこと知らないかもしれないけど、食べないんだと思って逆に衝撃だった。そうですね、確かにもう最近になってじゃないけどセレッソがないって言ったぐらいだからさ、タカが。そうですね、多分最近じゃないですかね。レッツだって3年前ぐらいからですよ。ほんと？お昼出たの。へえ。それまではじゃあ自分の好きなものを練習後にチームの人が言ってるものをなんとなく食べるって感じだ。いや、もう自分が好きなものですよ。ラーメンだったりお蕎麦だったり、うん、とんかつだったり、うん、がほぼみんなそんな感じです。だね。すいません、さっき途中からだったんですけど、うん、あの魚だったらあれなんですか、体のキレが上がるんですか、魚を主食というか。キレっていう言い方をするとね、なんかね、非常に難しいんだけど、人間のその体の話をすると、お肉だと油が溶けづらいんですよ。はいはいはい。だからそれが老廃物として体に残ります。すごくわかりやすく言うと。で、魚の油って人間の体温で溶けるんですよ。だから老廃物が溜まりづらいから、体がキレが良くなる、良くならない、直接的じゃなく、やっぱりそういうなんか老廃物の溜まり方によって、自分たちのその臓器の、新鮮さを保てるっていうか、そこが違うんで、けどそれは自分の、まあ、DNA を本当調べてみて、それが合ってるかどうかっていうのもちゃんと知る必要があるとは思うけど、まあ、世界的には一般的にやっぱり魚の方がどう考えてもアスリートには向いてるっていうね。例外はもちろんあると思いますよ。いやけどバランスだと思うんだけど、肉って絶対取るじゃん。うん、取りますね。だから意識的に魚を取るようにしなきゃ追いつかないと思う。確かにそうですね。あとサラダも、うん、
だからもう魚を取る、サラダを取るってもうこれだけはもう徹底して、まあまあ YouTube とかでも言ってるし、うん、これは徹底してやった方が間違いなくいいと思う。うん、あとね、良質な油を取るっていうのも言ってるけど、魚でもそうで、やっぱり青魚の良質なね、油を取るっていうのはやっぱり必要だと思うんで。うん。青魚なんですね。はい。サバ、イワシ、アジみたいな、ね。うん。意外とだから、貧しいって言い方は変だけど、まあ安い魚の方が、実は健康的だっていうふうには言われてます。別にそれはなんかあの生魚とか焼き魚とかは関係ないんですか？生の方がいいと思います。生の方がいいんですね。焼くと油が焦げちゃうから。あ、うん、あと魚だったら、まあ、あの焼くよりも蒸す方がいいんじゃないかなと思います。へえ、そうなんですね。タカ何歳だっけ今？僕28で今年29になります。ああ、じゃあね、もうメンターが必要な時期だね。ちょっとさっきの話。確かに。メンターはつけた方がいいよ。何歳にいるんだろう。メンター？メンター。メンタルトレーニング。あ、メンタルトレーニングですか？そう。何ですか、メンタルトレーニング。メンタルトレーニングつけると、自分っていうのがね、分かってくる。あの、自分が、自分を分かる。とにかく。でもその自分の感覚を言葉にこう落とし込んでいくからあのね、ブレなくなるし、自分の軸っていうのが明確になってくるんだよね。やれることやれないことっていうところが、うん、なるほど。まあ自分でもできるけど。チンコやってるんですか？俺は28、9ぐらいからやり始めた。あ、そうなんですね。すごい良かったけど。そうね、ね、話したけど、やっぱ29歳ぐらいまでが体の成長でね、なんとかカバーできていくけど、そこからは体が成長していくわけじゃないから、どうやって自分の脳と体の関係性をちゃんと理解していくかが多分大事なポイントだよね、多分。スポーツ選手はね、僕らは多分違うけど、ビジネスの世界においては。で、ね、やっぱり体が資本だから、ね、僕らとは違うから。大事だ。俺、ケイスケさんに聞きたいのはあって、あ、もう全然話変わっちゃうんだよ。どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ、先に。やっぱその、俺とか、もうセカンドキャリアっていう、まあ、引退っていうのがもうそろそろ見始めてきてるときに、サッカー選手の価値であったり、うん、価値をその、まあ、ビジネスであったり、社会人であったりっていう、社会につなげるって、どこだと思います？まあ、だから今までやってきたその目標を超えるために自分がやってきた努力っていうのをまず言語化するのが一番大事じゃない？やっぱりプロになるまでにやってきた時の目標設定の仕方と、それに対する努力と、本当にプロになってからレギュラー、チームの中でレギュラーになるためにやってきたことと、でそれからレギュラーになってからチームの中で取り組んだこととか、それ家庭家庭って個人として考えてきたこと、それからチームとして考えてきたこと、でそれから日本代表も背負って目標設定してきたところで、フレーズごとによって違うわけじゃん。でそれってね、企業の成長と多分同じようなことだと思うの。だからそこをちょっと言語化して、少し自分の中で自分の体験を喋れるようになってると、人ってさ、会う、なんだろう、言葉によって反応が違うっていうか、誰かが言ったからきっかけとして入れる場合ってあると思うんだよね。で例えば、話してる内容は一緒でも、サッカーのことに話を例えてくれたら話が分かりやすいってことあるわけじゃん。はいはいはい。俺ビジネスの話をするときに、中村なんかで絶対サッカーの例を例えながら言うんだけど、そうすると話聞きやすいですみたいなのがあって、うん、それって一般社会で、ね、サッカーにしか燃えてなくて、ずっとサッカーやってたけど企業に入って、なんか仕事ってなんとなくつまんないですよねつって、早く仕事終わって夜サッカー行くのが楽しみですっていうサラリーマンだっていっぱいいるわけなんだけど、そういう人たちに中層のそういう経験を言葉にすることによって、自分の仕事に置き換えれる人も多分いると思うの。うんうん、特に得点を取るっていうところに特化して話をするといいと思う。何かを決めるっていうこと。であとはやっぱり、ね、キャプテンなんかチームまとめるっていうことを とにかくそういうやることを考える。これで組織マネジメントにおいて、で外人もいて、
ね、あの育った人も違うし、新加入でね、やる気が溢れてる人とか、もうずっといることによって帰れない人をどう帰させるかと動かすかっていうのも、やっぱ仕事において僕らって日々そういうこと、同じようなこと社内で起きてるから、それをスポーツの中では僕らはこうやってあの乗り越えて今いますっていうことが喋れるようになってると、これってこの価値は社会が知りたいと思ってることだから、うんうん、果たして本当それだけで会社って雇ってくれるのかなって、まあ、その活躍できるのかなって思うんですよね。言語化するだけで。それと同時にもちろん自分のやっぱりやってきたサッカー以外でのやっぱり好きなこと、何か見つけた好きなことに対しては没頭できる人たちだから、やっぱりあのサッカーを没頭し続けるのもそうだけどね、器集めるのが好きですとか旅するのが好きですとか、やっぱり他にもあるわけだから、そのそれを上手に2つ持っとくといいんじゃないのと思うけどね。なんか他の人の意見も聞きたいですね。せっかくいっぱいいろんな方がいらっしゃるので、ね、ちょっとね、素晴らしい方が退院したての、ね、方に聞きましょうよ。平井さん、ロンドンから天才ピアニストとしてどうですか？いやいやいや、平井さん大丈夫？久しぶりです。いや、はい、大丈夫です。結構元気ですよ。大変でしたね。いやいや、よかったです。ありがとうございます。コロナからね、大変ですね、いろいろと。いや、大丈夫ですよ。じゃあちょっと体気をつけようと思ってますよ。塩も含めて。でもなんかすごい今ラッキーで、なんかあの自己隔離中なんですよ。うん、なんか自己隔離中、あ、もう家に戻ってきて、はい、はいはい。でなんかでもすごい勉強になりましたよ。いや、ジャンルは違うんですけど、平井さんもさ、言うとさ、自分が感じたことを確認する立場じゃないですか、うん、はい、感覚処理をやらなきゃいけないわけじゃないですか。作詞ってするんですか？作曲？作詞はあんましないですね。けど作曲ってけど詞読んだりとか、または自分が自然に触れたことを自分のフィルター通してメロディー作ったりするわけじゃないですか。また他人が作った曲を弾くときも、はい、なんか理解しないと、時代背景とか、うん、ただ単純に、うん、あの読むだけじゃなくて、ちょっとそこら辺どうやってるんですか？作曲はじゃあいろんなタイプはありますけどね。そのだからあの依頼でやるっていう場合もあれば、その自分のがやりたいからもう、なんていうのかな、自然に湧き出てくる時もあるし、なんか日々の感動したこととか、だから今お話聞いててすごい本質で、もしかしたらずれてるかもしれないけど、自分に置き換えて聞くじゃないですか、皆さん。うん。で、そのインスピレーションっていいですよね。そういうのが音楽に置き換えられちゃう。自分なりだけれども。それにちょっと似てるかもしれない。うん。そう、どうですか？聞こえます？聞こえます？はい、聞こえます。聞きますよ。今、パソコンがダメで、あのちょっとすいません、遅れて入っちゃったのと、いや全然皆さんが見えないからどうなってるのかが全然わかんない。自分も見えてるのかもよくわかってない。ちょっとスクロールすると見えますよ。あ、そうなんですか。うん、そうなんかそれで消えちゃ、あ、本当だ見えた。あ、今4人じゃないか、いっぱいいます。そうなんですね。今2人なんです。はい、スマホは4人が限界なのかな。あ、本当だ。いろいろ見えた。あ、なんか、よろしくお願いします。はい。どうですか、もう、平井さん。平井さんの受けるこの日本人の金銭と世界の人の金銭なのか、日本人とイギリスの人の金銭、触れ方とか。多分、中層は中層で日本にいた時と世界にいた時の金銭違ったりとかするんですよね。ここら辺ってどう思うんですか？日本人の金銭で世界に通じるんだと思ったりすることももちろんあると思うんですけど、世界の人の金銭ってやっぱり違うじゃないですか。いや、でもね、僕、一番思うのは、
あんまり日本人とかってもう分ける時じゃないかなと思ってて、まあ、特に今パンデミックっていうのもあるけれども、なんていうのかな、日本人と例えばイギリス人とかヨーロッパの人と比べるんじゃなくて、なんかみんな地球人だという感覚でいるんですよ、自分は。うん、結構それではもっと言っちゃうと、宇宙から地球を俯瞰してる感じ、そうするともうなんか人それぞれとにかく違うじゃないですか。それを強さにやっていけばいいし、うん、うん、違ってて当たり前だしっていうふうには感じてますけどね。強さもそうだけど、分かるかな。宇宙人感覚の視点で見た方がいいんじゃないかって思ってて、で今でもいろいろ考えさせられますよね、これ。でもね、僕も日本だけ知ってたらそうなんないでしょ。あ、そうですか。そうですよね、うんうん。そうですね。だから、あと、うん、いや、まあ、たまたまちょっと心筋梗塞になっちゃって、で、途中からコロナ病棟に移されて、たまたま手術後に熱を1回だけ出した、38.2度。そしたら、うん、即コロナ病棟に移されてて、それで、一昨日夜退院できたところなんですけど。でも感じるのは、やっぱりでも個人個人全然違うから、でも日本人としてのいろんなね、培ってきたなんか風土とか、圭介さんよく言ってる、例えば宗教とかもさ、まあ、仏教にしても、日本島国だし、そこで土俗のものと混ざって、全く別のものになるわけじゃないですか、インドとかとは。で、それはすごい良さだし、なんか工芸とかも、日本に来てさらにこう煮詰まって洗練されていくのも多いからすごいと思ってて、それは最初にチュンさん言ってた、いい意味で鎖国によっていい文化いっぱいできたから、それは守っていってほしいけど、でも個人で言ったらみんななんか宇宙から日本見る感じだ、まあ、地球からみんなを見る感じでいいんじゃないかっていうふうに思ってます。そうやって俯瞰できるような自分になれるための経験がないと多分なれないと思うんですよね。今がもしかしたらそうなんですかね。なんかそれはよくわかんない。そうなんでしょうね。うん、でも意外とそれは、そうですね。言語化できるようにしたいですね。そこまで考えてない。平井さんとかもピアニストとして、うん、音楽家としてプロじゃないですか。でその自分の能力っていうのをお金に変えて生きてるじゃないですか。その音楽家の人たちの価値って何なんですか。そのお金、思いだけじゃ多分ダメだと思うし、お金に変えてこそ生きれるようになっていくじゃないですか。そのギリギリのバランスのところが崩れたら、ただ単に音楽をやってますけどお金はもらえないですっていうようになってきちゃうと思うんですけど、サッカー選手もそうだと思うんですよ。もうプレーできなくなったら、もう対価として発生しない、レベルになったら、もう俺は選手価値がないと思ってるんで。ただそのカズさんみたいに、その人がいることによって人がスタジアムに来て、はい、うん、スポンサーも来て、そのチームが成り立つとかっていうのはもう選手の価値だと思うんですよ。上手い下手じゃなくて、はい、俺は人が呼べることだと思うんですよね、サッカー選手は。あ、はい。でしかもそれが、なんだろう、まあ、カズさんみたいな象徴的な、価値であったり、あとはただ単純にサッカーがうまいっていう、足が速いとか、そういった価値だと思うんですけど、音楽家、その平井さんが思う音楽家の人の価値って、うん、まあ、価値 その線っていうか、すかね、価値って何なんですか。僕はね、さっきなんか中さんの話聞いてて、少し似てるなって思ったのが、僕もあんまり大きな目標設定で来てなくて、目の前のなんかいただいたお仕事なりを一生懸命やる、うん、そうするとなんとなく広がってきたんですよ。だから、まあ、圭介さんとかものすごい目標設定がしっかりしてたんだと思うんだけれども、いろんなもの読ませていただいたりして、うん、でも僕はどっちかっていうと、まあ、すごいそれはラッキーですよね。でもね、でもまあでもある程度その時
当然そのベストを尽くすっていうのは大事だし、あとそうしたら絶対でも開けてくるって信じてやってればそうなっていくように思ってるし、その信じることも大事なんだけれども、でも同時に常にいろんなことを考えてるっていうのは大事なのかもしれないですね。例えば日本人がこうしたらどうしようっていう時に、なんかじゃあ職を失ったらとか、何でもいいんだけど、このちょっと失敗したらとか、その時に2つぐらい選択肢考えている、あ、それから3つぐらい考えている人が普通だとすると、海外いると、まあ、特にシビアなね、ユダヤ人とかずっと歴史的に辛い思いしてきたから大抵30個ぐらいね考えているって言いますよね、うん、そういう違いはもしかしたらあるのかもしれないけど、30個自分の職以外のことを考えているってことですか、うん、自分の生き方を。あ、職以外ってことじゃないけど、だから、はい、いや、これは別に仕事のことを言ってるんじゃないんだけど、はい、いろんな可能性があって、まあ、100個でもいいんだけれども、はい、思いつくのを駆け出して5つぐらいに絞っとくとかっていう。でもその100個出した経験があっての5個と最初からの適当な5個じゃ全然違うから、うんうんうん、その中でさっきチュンさんおっしゃったようなね、自分に合ってるのってあるじゃないですか、うん、少し年いくと。で最初はなんか闇雲でもう20代なんか全然見えてなかったし、30代も全然見えてないんだけど、40代になってちょっと自分がやっと見えるようになってきてて、で僕はそのスポーツ選手じゃないから寿命が全然長いですから、なんかすごい面白いもんで、ずいぶんダラダラ生きてると思うんですよ、スポーツ選手が。だからちょっと違うけど、でもなんか試行錯誤の連続ですよね。でもその全く考えている人と考えてない人じゃ違うんじゃないかと、結果が常に。いや、いいですね。100通り考えて自分に合ってるのが何かっていうのを、もうそれをシェイプしていって5個ぐらいにして、それを目標にしていくっていう目標設定の仕方。でもじゃあやっと最近ちょっと自分が少し見えてきたっていうぐらいで、ね、時間とかも体力も限られてくるとあれですよね、好きなことと一番向いてることに最大限エネルギー使った方がいいですね、自分の得意なものに。なんか人の得意なものでとかで、ね、争ったらすごい時間の無駄だと思った。いやけども今もっと言っちゃうと、争うっていうのもどうなんですか、スポーツの人も結局でも自分と戦うんじゃないですか、おそらく最終的にはいろんなこと、はい、だから争うっていう感覚が僕一切なくて、なんかそういうのは割と苦手で、だからなんていうか、そうですよね、争うって感覚にある、タカ、いや、感覚的にはやっぱ自分ですかね、全部自分次第っていう感覚ですかね、その試合出る出ないも、まあ出れない時ももちろん結構あったんで、そういう時もまあ別にその、例えば俺のポジションで違う人が出てるからって言ってその人と争うっていうよりかは、まあ自分にあかんとこがあるとか、そういう人に対して争うっていうのはなかったですかね。その対戦相手とかやったらもちろんその勝ち負けがあるんで、あれですけど、成長していく段階ではなんか結構自分に矢印向けてることは僕は多いですかね。まあ、誰かに負けたくないとかそういう気持ちはもちろんたくさんありますけど、人のせいとか、まあ確かに自分の力がそこまで達してないから試合に出れないっていうね、納得の仕方だよね。はい、納得の仕方とかそういう感じで。確かに人のこと僻んで人と比べてやったら、はい、多分成長しないと思いますね、アスリートは。自分にやっぱ矢印を向け続けてるやつが成長してますね。まあ、そう考えた中でも、僕らの職業とかね、他の職業と違ってアスリートっていうのは時間が限られてるわけじゃん。でこの限られてる時間の中で、まずはパフォーマンスを出さなきゃいけないわけですね。僕らの場合はね、50、60過ぎてもパフォーマンス維持とかね、できるわけです、仕事もできるし、はい、スポーツ選手って決められた中で、その決められた中で
他の人たち以上にインプットの量が多くなるとやっぱ成功できないわけじゃない、こうやって聞くと。だから面白いんですよ、時間がないから。うん、だらだら。で俺はだからその合ってたかもしれないです、自分の、性格に。しかもその中でもストライカーなんで、うん、1分で、1分でも出てそこで点決めればそれがヒーローじゃないですか、うん、だから短期的にポッて燃え上がる俺にはもうサッカー、そしてその中のストライカーっていうのが一番合ってたと思いますね。なるほどね。うん、サッカーはまたボランチだからね。ディフェンダーって感じじゃないよね、中途は。確かに。すぐ殺しちゃう、多分相手のフォワード。ちょっとごめんね、選手の2人に質問来てますと。J リーグが中断していますが、はい、どのようにモチベーションを保っていますかと。うん。じゃあ、いい選手から。正直、モチベーション保てないんで、考えないですね。モチベーション保とうっていう概念で生きてるともうすり減っていっちゃうんで精神が、うん、だから一番今きついのは、再開のめどが立ってないっていうところ、うん、再開のめどが例えば7月の1日4月の1日に始まりますよってなったらそこから逆算して自分のモチベーションを保てるんですけど、保とうっていうか作ろうとするんですけど、それができない今が一番きついですね、うん、何も考えないこともきついし、俺は考えちゃいけないと思ってます。なるほどね。はい。荻原選手はありますか？いや僕もほんチュン君と一緒ですね。もうその目処が立ってないんでモチベーションを保とうにも保てないというか、現段階は多分もう2回3回っていうのが再延期になってるんで、そのゴール決まったけどまた伸びてっていうので、まあ、今はもう白紙なんで、気持ちが確かに持たないんで、やっぱりスイッチだったりっていうのをうまく切りながら、本当にさっきチン君も言ってたように何も考えないじゃないですけど、そのうまく力を抜きながら過ごしてます今は。まあ、そういう点ではチュンソン今できることめっちゃ楽しんでんじゃん。いやめっちゃ楽しいっすよ。今海外選手ひたすら当たってますからね、インタビューで、うん、海外の経験っていうところで、うん、YouTube これから流すんですけどね。はい。なんか Zoom でインタビューとかしたら絶対面白いよって言ったら即やってたからさ、面白く見たけど、はい、いや俺あとあれやりたいんですよね、サッカー以外のところで。今言ったように、うん、サッカー選手の価値って何なんだろうっていうのを経営者の人たちに聞いていきたいんですよ、ズームで。ああなるほどね。でその、うん、本質的な価値っていうところを全部言ってもらいたいなと思って、うんうんうん、もうそこが多分分かればプロサッカー選手だけじゃなくて、うん、大学生であったり高校生であったりサッカーの夢破れた子たちがサッカーしながらどうやってパラレルで2つの目標を持ちながらやっていけるのかっていうヒントを作りたいなと思ってて。なるほどね。なんでちょっと誰か紹介してください。OK。 はい、お願いします。そういう意図があったので OK。 じゃあちょっと誰かにキラーパンツ出すよ、それは。お願いします。決めてね、あとは。はい、はい、決めます。はい、パスが来ればなんか この中にも誰かいらっしゃらないですか、そういった経営者の。経営者、はい、経営観って、まあ、スーパービ、ビジネスみんなされてると思うんですけど。あ、そうですね。なんかご意見を聞きたいですね。はい、質問。そうですね。あ、じゃあ、ね、スーパー経営者を育ってるビジネススクールの先生に話聞きましょう。いや、もうそれスーパーじゃないですか。グロービスの金子さん、よろしいですか、これ。はい。はい。金子先生。どうも。いいね、後ろの背景が、はい、そんな仕込みあったんですか。待ってましたよ。はい、代表だわ。今意識してました。金子先生どうですか、ビジネスマンとして。僕はさっきね、中村にその家庭のことを言語化してそれを話すだけでもだいぶ価値あるよと思ったんですけど、はい、先生の立場から今話聞いててどうですか。言語化はめちゃくちゃ大事ですよね。我々社会人の学校でも必ず言語化してもらうようにしてます。で、自分の仕事にどう引き寄せるかっていうのをちゃんと積み重ねていかないと、忙しい中通ってるんでどうしても身につかないことが多いですね、うん、
サッカー選手の価値って何なんですか？サッカー選手の価値って正直社会に、社会で活用できますか？僕もあんまりわからないんですけど、ただ、なんでしょうね、チームスポーツをやっているということで、ある意味全部組織なので、そういうところですっと入っていきやすいのかなと、個人スポーツに比べると、という印象は持ってます。ただまあそれはもうはっきり何かそういうことが言われてるわけでは何でもなくて、であとはさっき多分ケイスケ君が言ったのと同じですよね。サッカーに例えるととか野球に例えるとっていう、こう抽象化一般化を自分たちの分かりやすい例で言ってくれるとスッと入ってくるのがあるんで、うんうん、全部ビジネスのことビジネスの話で返されても興味持てないんですよね。俺業界違うしみたいな、仕事違うしみたいな。でもサッカーって言われた瞬間にみんなそこサッカーの共通項で理解できるんで、結構そこって共感できるんですよね、うん、うん。それはすごくあると思いますけどね。元サッカー経験者で大学とかまでやってましたっていう方々で、はい、ビジネス界で活躍されてる方ってたくさんいると思うんですけど、はい、そういった方々の共通点ってあるんですかね、金子さんから。いや、僕あんまり元 J リーガーの方とかで NBA で通ってる方いるんですよ。はい、いらっしゃるんですけど、直接審判の方とかもいるんですけど、国際審判の方とか、うんうんうん、直接ね、僕そういう方を生徒さんとして接したことないんで、正直はちょっと分かんないですね。大学生とか高校までやってましたっていう方々も多いですね。はい、はい、多いですね。それでいうと、まあ、さっき言ったようにその周りを生かして自分のポジションを決めるみたいなチームの中での動き方ができる人が多いっていうのは印象としてありますね。うんうん、僕なんか水泳とかやってたんで、そういう水泳とかだとあんま考えないんで、チームスポーツで球技っていうと、そういうそのチームの中で動きっていうのをすごくどこに入っても考えるような癖がついてる人が多いような気がしますよね、うん、ビジネス界でサッカー選手だからとかアスリートだからっていうアドバンテージっていうのはほぼないに等しいってことですよね、うん、いや、何かの道で極めた人ってやっぱそれなりにこう決めたらやりきる根性とかもあったりするんで、そういうところはみんな尊敬してると思いますけどね、うん、必ずしもスポーツに限らず、はい、なんだろう、はい、尊敬だけじゃダメなんだろうなっていうのはすごく感じるんですよ、うんうん、例えば僕の場合だと言うと、もう普通に単純に言うと、まあ、じゃあアジアカップで点取って、あ、もうみんなを沸かしたよね、すごいよねっていう尊敬だけじゃ生きていけないと思うんですよ、うん、社会人として、うんうんうん、だからアスリートだからっていうアドバンテージってほぼないんだろうなっていう。そうですね、シンプルに相手の役に立てなければあんまりビジネスとしてはお互いに移動さんと会いたいとは思わないですよね。はいはい、スポーツやってようがやってまいが、ね、人の役に立てて、立てるイコールサービスが価値になって対価になって生きていくものになるっていう。そうですね、コンサルだったら言葉とかその相手のビジネス上の悩みに対して何か解決策、気の利いたことということで価値があるわけじゃないですか。はい、人をつなぐことで価値があるとか、いろんな多分価値の出し方ってあるんですけど、最初に何か与えられないと多分次ってあんまりつながらない気がしますね。そうですね、うん、今日なんか証明したいんですよね、俺。そのグリッド力だったり継続であったり、うん、根性であったり、目標設定だったり、まあ、そういったところが本当に社会に通用するっていうところを、うん、本当証明したいなと思ってて、うん、ちょっとケイスケさん、ね、ポジション違うから、リー・タダナリ昔言ったけど、僕の職業サッカー選手じゃなくて点取り屋って言った方がいいよって言ったことあると思うけど、うんうん、やっぱり点取り屋なんですよ、考えが、発想が。だから多分ミッドフィルダーの選手はさ、多分そうは思わない。どうやってチームを動かしていこうか考えるのがまずだから、自分のプレーもそうだけど、どうやってチームがよく機能するかっていうのを考えるし、中層の場合はゴール決めることがまっすぐだから、あそこはやっぱり、そこは最初の発想のスタートが違うと思う。そういう言語化もやっぱり必要だから、多分中層の話はどうやって攻略するかだから、なんか営業のトップの人たちは多分中層の話とか面白く聞けるんじゃないかなと思う。経営者っていう、ただその社長っていうポジションから見た時のその点取り屋っていうかね、フォワードの話と、やっぱりその社長っていう立場で経営を 全般に運営してる人たちって誰の話聞きたいかって言ったら、やっぱり監督の話聞きたいしさ、
そこってやっぱポジションと会社の役所やのその関係性っていうのもあるんじゃないかなと思う。うん、まあ、だからここからね、監督になるかどうかは分かんないと思うけど、監督になったら多分その経営者の人たちの気持ちより分かると思うし、まあ岡田さんなんかはね、僕の周りの経営者仲間の人たちもよく会いに行ったりね、岡田さんもそういう話するの好きだからしてるけど、やっぱ監督と経営者っていう立場がちょっと似てるから、やっぱそういう話にもなるんじゃないかなと。そうですね。やっぱそのプレイ、難しいですね。俺の場合はそのストライ、あのプレイヤーとしてのマインドで、サッカー選手そのままのマインドで経営者に突っ込んでいったんで、もう大失敗いっぱいしたんですけど、うん、数字で話さないで情で話してたとか、うん、なんかそういったところはもうあの一、社員と経営者の全く違うところだし、うん、プレイヤーと監督の全く違うところだなっていうのはすごく感じますね。そこのあたりはぜひ今後あのグロービス経営大学院にオンラインでぜひ参加してもらえばと思います。いや、僕会員です。はい。いつも見させてもらってます、動画を。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、学ばせていただいてます。ちょうど、チュンさん、1時間半過ぎちゃったんで、そろそろ、はい、締めをしたいと思います。いろいろと今日は、ね、いただいてありがとうございます。ありがとうございました。締めで感想をいただければと思います。あ、俺からですか？うん。どうぞ。いや、本当楽しかったです。単純に楽しかったし、やっぱ自分、まずはまあ、自分というものも整理できたし、やっぱ自分にない感性っていう概念っていうものと一緒に触れ合うことで、すごい楽しい世界が見えたなと思うんで、うん、またちょっといろいろこういった交流会をしたいですね。うん、私はね、なかなかこういうのできなかったけどね、直接会ってしかね、まあけど、はい、コロナでこういうなんか新しい機会を設けれる場には実際になってるんで、はい、また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもありがとうございました。お忙しい。ありがとうございました。いただきありがとうございました。じゃあ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今谷さん。失礼します。お疲れ様です。ありがとうね。ありがとうございました。はい。宮野さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。失礼します。